るあやかとギターみなほです。ベースのままです。よろしくお願いしま す。はい、そしたら今日も新企画来ております。、はい、こちらからミルカンパニーの七不思議。七不思議怖い。はい、こちらのコーナーは新コーナーでございます。はい、ミルカンパニーの七不思議を皆さんに伝えるというそのままのコーナーでございます。そのままです。うん、じゃあ、うん、ミルカンパニーとは何ぞや。はい、ミルカンパニーと、はい、はい、ミルカンパニーを紹介します。はい、ミルカンパニーは私たちがライブとかの練習をしたりするところで、スタジオで使ってます。なんか、まあ、ライブハウススタジオみたいな感じよね。うん、ライブハウススタジオで照明とかも綺麗なんですけど、うん、それで山の中にあるスタジオなんで頑張ってきてください。はいはい、どこの山よ。高鍋、うん、町、宮崎県も高鍋町でございます。宮崎県は高鍋町。はい、そこにあるんだよね。はい、はい、では、はい、じゃあ私から、うんうん、行っていいのかな。はい、はい、では七不思議その1、大きな物音。大きな物音。はい、はいはい、それはまあそのまんまの意味なんですけれども、うん、あのアウトレット25回を見ていただいた方は分かるんですけど、うん、はい、分かってもらえると思うんですけど、はい、あそこがあのミルカンパニーというスタジオなんですけれども、うん、あのあそこ あのステージの後ろ側が事務所になっているんですよね。うんうんうん、でその事務所側のところから物音が聞こえてくると、うん、時間を水場とかトイレがあるところからね、そうそう、時間を問わず、うん、大きな物音が聞こえてくるということで、うん、はい、時間問わない。うん、マジで、うん、聞いたことある。あるあるある。マジか。なんか結構大きいよ。なんかこう真空をこうバーンバーンって叩くような、うん、叩くような感じの音。大きいね。結構大きい。うん、私も、うん、あの結構高いところから物をパッて落としたようなそんな音、うん、で、そうなんですよ。時間を問わず聞こえてくるっていう感じ。聞こえてくる聞こえてくる。うん、あ、そうなんだ。カナも聞いたことあるって言ってた。マジか。うん、あ、誰もいないのに。そう、うん、そう、みんなこっちにいてみんなでいるのに。うん、その裏の方から聞こえてくるんです。結構大きな音。はい、怖い。怖い。怖いね。でした。はい、はい、じゃあ次みのほちゃんから。その2。はい、はい、その2はすれ違う足音。足音。すれ違うっていうのが怖いね。うん、なんか、はい、まあ、ある日ですね、私と彩香が2人でスタジオを閉めて出ようかっていう話をして、うんうんうん、スタジオ出ようとしてたんですよ。だけど彩香がめっちゃなんか外が暗いからめっちゃ怖がらせようとして私を一人で電気を消させてで出ていたんですよ。で外でプルルルルとかめっちゃ怖がらせようとしててでパーって言いながら電気を消して走って行ってたんですよ、彩香のところに。もうあいつと思いながら、そしたら足音が私と逆方向にタン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 ってすれ違ったんです。すれ違うって怖いね。足音4つ、タンタンタン、あれはもう忘れない。その後めっちゃもうかわいい。私それそのさ全然知らないから、あのこうわーって走ってくるから面白いじゃん。だからドアを閉めて外でグーって閉めてリリリリリリリって、もうひどい、追い打ちかけて開けてーって。そんな話なのね。そんなことがあったの。二人で何してるんだ。はい、でもまあ悪いことはないから座敷わらしかな。あ、そうだね、的な感じかな。まあでも話は似てるかもしれないね。物音だったり足音だったり。そうやね、うん、なんか実際に害を与えられてないからね、うん、からむしろこう悪霊を払ってくれてるかもしれない、はい、ね、平和のミルカンパニーでございます、はい、それでは次のコーナー。メリアしか知らないじゃんクイズ。イエーイ。じゃあ早速、はい、1問目を、じゃあモーさん、はい、うん、じゃあ1問目、はい、じゃあいきます。はい、準備よし、はい、ご用意ですか。はい、じゃあ第1問目、じゃじゃん。今年のレリアの抱負は一体何でしょうか。はい、わからない。パスが、そう、はい、弾けていくぜ。大正解。はい、年末にね、来ましたよ、あの、はい、年末のレリアのね、はい、年間ちゃんスペシャル、ぜひ見てください。はい、ぜひ見てください。見たらわかります。はい、はい、じゃあ第2問は、はい、じゃあ私が出しますよ。じゃあポポちゃんから、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ第2問、はい、今日お膝だよ。うちのドラム、なるみちゃんが、はい、一番ビートルズの中で好きな曲は何でしょう。ビートルズ、うん、ヘルプ。ヘルプ、ヘルプ、はい、ヘルプ。はい、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 どうぞ。ヘイジュー。
正解。そう。ヘイジューでございます。正解です、ね。いつかのレナンザワールドを見てくれた。そうか。ヘイジュードじゃなくて、ヘイジュー。ヘイジュードじゃないです。なるみちゃん。ヘイジューが正解です。なるみちゃん的にヘイジューです。そっか。はい。面白いね。はい、なるみちゃん。はい、はい、じゃあ最後に、3月のライブ情報も、はい、ももちゃんから。はい。では私からいきます。皆さんお待たせしました。はい、サードシングルついに発売記念いたします。イエーイ。はい、はいはい、ということで、はい、ライブは、はい、来月になりますけれども SR ボックスでやります。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあボーちゃんが言わなかった日付を言ってね。はい、あ3月25日、はい、土曜日、土曜日25日、花束ボリューム8 8 8って言った方がいいの。じゃあどちらもいい。8グダグダや。はい、まとめると3月25日に花束ボリューム8、はい、はい、やらせていただきます、はい、みんなで未来を作りましょう。はい、そういう意気込みですので、はい、また来週、はい、じゃあまた来週。